皆さんからの質問相談に、お答えしていきたいと思います。じゃあ、早速、うわぁ、めんどくさい質問が来たな。西野さんは数字に強いイメージがありますが、数字を絡めた雑学を3つ教えてください。3つ?数字を絡めた雑学を3つ?そうだな。じゃあ1つ目。例えば、そうだな。スターウォーズっていう映画があるじゃないですか。ね、もう世界中の人が知ってるあの大ヒットシリーズですね。あのスターウォーズの売り上げについてなんですけれども、実はですね、映画の興行収入よりもですね、スターウォーズって関連グッズの売り上げの方がはるかに大きくて、これはですね、10年くらい前の数字なんですけども、その時点でね、その当時の、その時点でですね、スターウォーズって総売り上げがですね、3兆円で300億ドルぐらいあってですね、そのうちですね、40から45億ドルぐらいがですね、映画の興行収入、その売り上げで、そしてグッズの売り上げっていうのがですね、150億ドルぐらいあったんですよ。ほぼ半分。ものすごいどんぶり勘定ですけど、興行収入の3倍ものグッズ売上があるんですね。スターウォーズって。ここのビジネスモデルってほとんどの方は知らないと思うんですけども、スターウォーズってそうなんですよ。グッズの売上の方がでかいんですよ。で、これって、なんか映画作る人はこれ考えなきゃいけない部分で、やっぱグッズ映えするじゃないですか、スターウォーズって。似たようなところで言うと、トイストーリーもグッズ映えするじゃないですか。で、なんか映画って、なんか興行収入で語られがちですけれども、実は、スターウォーズで言うと、興行収入はもう、ビビたるもんで、ビビたるもんって言ってもあれですよ。45億ドル言ってるわけですから、10年前の時点でね、ビビたるもんではないんですけども。そんなことよりも、実はグッズの方がでけえっていう。そうなんですよ。だからこの当時ですね、ディズニーがスターウォーズの、権利を持ってルーカスフィルムをですね、40億ドルぐらいで買ったんですけども。40億ドルよ、もうすごいよ。なんか適当に計算してください。買ったんですけども、これ興行収入に加えて、スターウォーズの興行収入に加えて、グッズ収入がそれだけ大きければですね、きっと安い買い物だったんだと思います。スターウォーズの強さって、実はそこにあるんですよ。みたいな感じで、なんか映画見るときにですね、これグッズ映えするんだっけっていう感じで見ていくとですね、映画の見方がちょっと変わってくるかもしれない。ちなみに、余談ですが、僕、今年のハロウィンはですね、ハリウッドにいたんですね。ハリウッドで、今年湧いてたのはやっぱルワンダっていうあれなんだっけ、ブラックパンサーか。ブラックパンサーの続編でもうすっごい湧いてたんですけども、それの公開でね、すごい湧いてたんですけども、街中でハロウィンの時に、じゃあ店頭にどういう商品が並んでたかっていうと、まあ映画の街ですから、映画のなんか商品がね、ずらって並んでるんですけども、なんとですね、2022年10月30日、31日の時点でですね、店頭に並んでたの、何が一番僕目についたかっていうと、ナイトメアビフォアクリスマスなんですよ。ナイトメアビフォアクリスマスってティム・バートンがですね、今からどれぐらい前だあれ。え?もう20年、25年ぐらい前じゃないかな。に発表した作品なんですけど、そのグッズがですね、まだ、一軍なんですよ。すごくない?多分、スターウォーズのグッズのこともすげえってなってると思うんですけど、でナイトメアビフォアクリスマスって、シリーズじゃないんですよ。ティム・バートンが25年くらい前に出した、一つの作品。それがですね、もう25年後もですね、グッズとしてずっと売れ続けてるんですよ。でもナイトメアビフォアクリスマスのグッズ収入ってグッズ売り上げ半端ないと思うんですよ。ちなみに僕が今目の前にあります、このパソコンのこのカバンもですね、ナイトメアビフォアクリスマスのものなんですね。これ一つの映画がですね、25年後もグッズを売り続けてるっていう。これは凄まじいことで、この辺の数字を、調べるとですね、ちょっと面白いかもしれない。で、これ、映画作っている人からすると、だから権利を握っておくっていうのがめちゃくちゃ重要だっていう。そして、あんまりバーンってなってなかったとしても、その作品がですね、グッズ映えするっていうことの強さ、興行収入だけでは語れない、その強さってあるよっていう、スターウォーズから見れる数字の話が一つ。で、二つ目は何だろうな。高校野球の、高校時代、高校3年間のですね、通算本塁打数みたいなってあるじゃないですか。通算本塁打数でなんか、もう高校3年間で100本打ちましたみたいなって聞くじゃないですか。一方で、じゃあ、松井秀喜選手は高校通算どれぐらいだったんだみたいな。60本ぐらいだったみたいなこと聞くと思うんですけど、あれってならないですか?あれ、松井選手よりも
もう40本以上も高校時代にホームラン打ってる人いるんだ、みたいな。え？っていうの、なんかその、ここ結構数字バグるじゃないですか。高校球児のですね、通算本塁打数って100本打ってる人だって、あの松井秀喜が60本なのにもかかわらず、100本打ってる人ってこれとんでもないんじゃないのってなるじゃないですか。あれってどういうことなのかって話なんですけど、高校野球のですね、高校球児のですね、通算本塁打数って、あれね、練習試合に打ったホームランの数も換算されるんですよ。これあんまり知られてないですよね。練習試合に打った本塁打数も換算されるんですよ。ってことはですね、練習試合をめちゃくちゃやってる学校の生徒はですね、当然本塁打数増えるんですね。もう一つ言いましょうか。練習試合も換算されるってことはですね、その学校のですね、ホームグラウンドあるじゃない？球場があるじゃない？野球するところね。そこが小さかったらホームランの数増えるんですよ。だから、高校野球の、ね、通算本塁打数の100本とか打ってる人たち見ていくとですね、100本あたり打ってる人たち、上位10人とか見るとですね、結構、同じ学校の子がですね、ずらって並んでたりするんですよ。なぜかっていうと、その学校グラウンドちっちゃいから。なので、高校野球の通算本塁打数っていうのは、あくまで参考数字であって、うん、だから松井選手もっと打ってってもおかしくないんじゃないっていうのは、そういうからくりがあるっていうことですね。ちっちゃい、グラウンドがちっちゃい学校は、当然本塁打数増えるし、練習試合が多い学校は、当然本塁打数増えるっていう。こういうふうに見ていくと、その高校野球の通算本塁打数っていうのが、参考数字なんだなっていうのが見えてくるんじゃないかなっていうのが、二つ目。で、三つ目は何だろう。トランプの数字の話を します。二日酔いだからちゃんと喋れてないかもしれないけど、トランプって、あれ、なんで13までなのってならない ?1 からさ、なんか、10、11、12、13、なんか13ってちょっと中途半端じゃないですか。13みたいな。何それみたいな。あるじゃないですか。で、トランプの13っていう数字、あれ何かっていうと、トランプ、そして、なんか4種類あるじゃないですか。ハートと、クローバーと、ダイヤと、なんか忘れた、スペードか。その4種類あるじゃないですか。あれ一体何なんだっていうところなんですけど、トランプの数字っていうのはですね、暦、1年365日に由来してるんですよ。これどういうことかっていうと、ちょっと計算していただきたいです。僕頭回らないで今、13まであるでしょ、数字が。で、あれを全部足していくとするじゃない。1足す2足す3足す4足す5足す6足す7足す8足す9足す10足す11足す12足す。13ってやるとですね、この足してったら、その合計が91になるんですね。で、91で、これが4種類あるわけじゃないですか。で、ことはですね、91×4 種類で、364。これ364日なんですよ。で、これ乗下足して365日。そうなんですよ。トランプの暦、数字って、そう、暦から来てるっていう、暦って言うんだっけ ?1 年365日から来てるっていう。で、乗下足して365日。でも乗下2枚あるじゃないですか。で、ジョーカーの残り1枚っていうのは、ウルー年の、2月29日分だっていう。実はトランプの数字っていうのは、365日から来てますよっていうところでございます。ゆきさん、何この話面白い。あ、面白いですよね。ごめん、ろれつが回ってない。ごめんなさい。すいません。怒らないでください。二日酔いで。